なにわのフミロックです。こんにちは、こんばんは。なにわのフミロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、今ちょっと炎上しているというか、さくらたかとらさんと柴田さんのことについてちょっとだけ言わせていただきたいと思いまして、こうした動画を撮っております。大体の概要っていうのは、柴田さんがさくらたかとらさんをディスって、それがさくらたかとらさんからするとちょっとやりすぎじゃないかと、いろんな弊害が出てきてるということで裁判を起こしますという動画をアップしたんですけれども、さくらたかとらさんの立場で考えますと、何を言うてくれんねんと。それが全部事実であれば、言われても仕方がないのかなっていうところもあるんでしょうけども、もしも事実じゃないことを、言いふらしてる状態っていうことであれば、確かに腹も立ちますし、なんちゅうことしてくれんねんと。なんかツイッターとかでもなんか殺害予告があったりとかそんなことまでなるんですね。だからそういうことを考えると、さくらたかとらさんの裁判に持っていくっていうのはよくわかるんですよ。ここでね、以前から思ってたんですけども、柴田さんって NHK から国民を守る党の立花さんが、柴田訴えるわと言った時もかなり、ビビってあれやこれやって言い訳してたじゃないですか。なんか炎上商法で1億円稼いだとかって本を出してる割にはね、その少年座ってないよね。腹が座ってないっていうか、なんか根性なしやなって正直思いました。もし自分がその炎上商法で、他人をディスって傷つけて、嘘とかあることないことをこう暴露して、ほんで稼いだろっていう覚悟があるんであれば、当然裁判も行わないといけないでしょうし、そこで自分の正当性をきちんとしたバーで言ってもいいと思いますしね。なんかそこまではやれへんけど、中途半端に人はディスるよみたいなのはね、ちょっと今回なんか残念ですね。個人的には嫌いな人ではないんですよ、さくらたかとら。どんな人か知らないですけど、さくらたかとらさんも柴田さんも、個人的には別に嫌いとかないんですけど、ちょっとね、さくらさんからすると当然訴えるっていうのは訴えれる根拠があると思うんですけどね。柴田さん、今回これは正面から立ち向かなければ、立ち向かうじゃないな、正々堂々と戦ったらいいんじゃないでしょうか。それを箸にも棒にもかからないなにわのフミロックですが、強く希望しています、柴田さん。だって立花さんにもあれだけね、謝罪、自分を出してごめんなさいうえみたいなね、自分よりちょっと年下なんですけど、柴田さんはプロレスやったり、いろんな昔からこう YouTube 活動してはってすごい人ですよね。だけど今回はこれちゃんとやらなあかんと思いますよ。なんかまた今回も裁判しないですいませんみたいなこと言ってたら、これはちょっとね、もうアウトでしょ、大の大人としてね。でもしあることないこと言ってるんやったら、それ謝らないといけないですし、その辺ちょっと今回自分が言うのも偉そうでなんですけども、ちゃんとしてほしいなというふうには思いました。柴田、男を見せろ。ここで逃げちゃダメ、逃げちゃクズ、逃げちゃゴミ。というわけで、本日はさくらたかとらさんと柴田さんの裁判事件について少しお話しいたしました。それではまた。よろしくお願いします。ありがとうございました。